光カ明治は、日本の競争馬、シュボバ。1957年の東京優春に優勝、シュボバとしても数々の活躍馬を輩出し、青森県の競争馬生産を牽引した。判定小松光も東京優春優勝馬であり、史上二組目の兄弟ダービー馬である。母イサベリームは戦後日本の競争馬資源、不足解消のために、イギリスから輸入された。 繁殖品馬であり、日本到着時点で A、A リーディングサヤーボアールセルの子を受胎していた。その後、競馬界によって、青森県の森田牧場に反復され、1954年、イギリスからの持ち込め馬として、光る明治が誕生した。幼駒時代は一見して、見栄えの良くない馬であったが、東京から馬を見に訪れた、調教師の藤本富吉は、 見どころがあると感じ、当時としては珍しく出生時点での購入を行った。その後、明治光の場所として知られた、新田新作の所有場となった。3歳となった1956年9月、東京競馬場で、エビナ武五郎を安城に初戦を迎えた。しかし逃げつぶれて7着と敗退。2戦目で初勝利を挙げたが、以降は、脚部不安もあって、制裁を書き、 3歳シーズンは5戦1勝に終わる。しかし4歳初戦に出走した条件戦で、花佐の2着となると、自走の4歳特別では、前走の優勝馬ボストンに3馬進半差をつけ、2勝目を上げた。以降光明治は、連勝を始める。続くオープン戦では、朝日杯3歳、ステークス2着馬ラプソゲーに完勝 スプリングステークスで重賞初勝利を挙げ、サツキ賞へのステップとして出走したオープン戦では2着に4馬審査、レコードタイムでの優勝を果たし、4連勝でサツキ賞に臨んだ。当日は単勝支持率53%という一番人気に支持される。しかし、重馬場で行われた競争で、十の鬼とも称された重馬場得意の和義を捉えきれず、1馬審判差の2着に終わった。 日本ダービー決勝戦前の様子自走は、NHK 杯を三馬審査で解消し、東京優勝を迎えた。和義に加え、8戦前勝の二冠貧馬、ミスオンワードなどを抑え再び一番人気に支持された、光明治は、道中中段から徐々に進出していくと、直線で逃げ粘りを図る和義を一気に差し切り、三馬審判査をつけて優勝。持ち込め馬として、 初のダービー場となった。友情タイム2分31秒0は、1952年に時のミノルが記録したレースレコードを0.1秒短縮するものだった。しかし、競争前から再び足元に不安を抱え始めていた光明治は、この競争によって、右前足に屈腱炎を発症し、長期の休養を余儀なくされる。翌年3月にオープン戦で復帰すると、 6 1 61キログラムの金量を背負ってラプソデー銅を破り優勝。再下して臨んだオープン戦も銅金量を背負い二馬審査で解消した。この後は天皇賞出走となるはずだったが、この時点で屈建園が再発。大事を取って競争場引退となった。引退後は故郷の森田牧場で種ボバとなる。競争場生産の主流が本州から北海道へと、 移っていく中で、光る明治は、青森県つなぎを守護場の筆頭格として活躍し、菊花賞優勝馬クレート・ヨルカ、天皇賞優勝馬朝穂子を含む10頭の、重賞優勝馬を送り出した。1958年の外国馬輸入解禁から、外国産守護場が圧倒的な勢力を保っていた中、守護場ランキングで2度のベスト10入りを果たし、27歳まで種母馬生活を続けた。 光カル・メージは、影のほも結合型遺伝子を有しており、三句の紐はすべて影であった。また、同じボアルセル三句で七度のリーディングサイヤーを獲得したヒンドスタンと共に、三句には額につむじが二つあるものが多く、関係者の間で、玉目二列の馬は良いというジンクスが生まれた。当時日本のサラブレッド長寿記録を作った母と同様に長寿を保っていたが、 1983年3月、老衰により30歳で死去。1993年、青森県七戸町に開設された、道の駅七の絵に、同じ青森県産のダービーは、フェアウィーンと共に立像が建てられている。また、2000年に、日本中央競馬会の広報誌、優秀市場で企画された、20世紀のベストホース100において、 20世紀の日本競馬を代表する名馬の一頭に選定された。S はステークスの省略。8代は8代競争の省略。R はレコードタイムを示す。カッコナイフトジは現在の GIQ 競争。本馬が誕生した翌年、同じボワルセル3区の種ボバヒンドスタンが導入されている。母イサベリーンはイギリスで一生。 五景決闘は優秀なものであったが、数々の事故のため、日本における低迷は小松光しか存在しなかった。ありがとうございます。